皆さんこんにちは、レッコ氏の新谷です。レッコ氏の野村です。よろしくお願いします。今年のですね、平成30年度東京都一類 B の本試験の解説、一般方試験とですね、新方試験編に分けてお話をしていきます。まずはね、一般方式の方から始めていきますけども、まあ、このエルタワーコンビでですね、進めさせていただきたいと思います。まずですね、まず教養のね、択一の、まあ、全体的な出来っていうのが非常に気になるところなので、まあ、足切りにもかかってくるところですので、ちょっとねプレゼンターで映しますけども、今年まだちょっと受験者数が169とちょっとね、少ないんですけども、野村さんどうですか、印象として。まあ、ちょっと昨年よりちょっと難しくなったのかなっていうことですよね。ちょっと下がってますもんね。2点ほど下がってます。下がってますね、平均点がね。これ今の時点なんですけども、素点の平均でね 24.8 ということで、まあ、去年もうちょっと取れてましたね。確か去年最初の時点でプラス2だったんじゃないですかね。確か26ぐらいだった、8とかそうなったんですよね、確かね。で去年の足切りが24だったかな、4から多分セーフで、ですね、去年ね。ここのとこ24が続いてて、ちょっとうちのデータ見る限りだと、もしかしたら今年は下がってくるかもしれないよねというところで、ちょっと山を見てみても、なんか28とね、なんか26っていうところにこう山があって、若干26切ってきて落ちるのかなと思ったら、案外ね25、23結構いるんですね。23結構いるなっていうところで、もしかしたらこの辺ぐらいまで来るのかな。で意外とね、上が少ないよね。そうなんですよ ね36点とか9割はいないんですよ ね。ちょっと案外いなくて、でその要因をですね、ちょっと考えてみようかなというのでですね、個別のね、受験生に打ち込んでいただいたら、すみません、ぼんやりしてしまったんですけども、各分野別のね、問題別の、正答率、ちょっと見ていこうかなと思います。このね、A とか B とかっていうのは、ちょっと今回打ち込んでいただいた方の正答率で、A は 60% 以上の人が取れてましたと。で、B だと、40から60で、で、C がまあ、40% 未満ということで、まあ、難しかったと。まあ、A は容易で、まあ、B はぼちぼちで、 C はまあ取れてないという感じでこう眺めていただければと思うんですけども、野村さん見てみてどうですか、知能系。まず文章について。文章は本当全員異常に出てますよね。全部 A ですもんね。珍しいですね。まあ、みんなできたんですかね。できたんじゃないですかね。俺はなんか、でもこの A が続くの何でしたっけ、3年ぐらい前に30点以上で合格しない年あったじゃないですか。ありましたね。あれに近いかもしれないですね、この辺は ね内容的に言うと2015年、なんかドラえもんが出てきた、あれあれあれ英語ね、あの年は確かに続けましたね、超簡単で言ってましたからね、それに近いのかもしれないですね。文章はまあ簡単だったということで、で数的はね、まあ、ここはもう野村さんが今年直前の講座で、かなりやり込んでね、あの受講生からも聞いてますよ、あの野村さん直前講座でやったものがほぼほぼ出てたというところで、神とそれはまあ言い過ぎなんですけど、まあ要するに過去問をちょっと繰り返しやりましょうってことだったんで、過去問がね結局ほとんどよく使われてるんですよね。で今年結構 C がすごい少ない理由は何かっていうとですね、ほとんど過去問そのままなんですね。ないし過去問ちょっといじっただけっていうのが多くて、もう本当に過去問ばっかり、唯一過去問と全然違うのかなっていうのはこの C になっている整数問題ですね。これは確かにちょっとね強引にやらないといけないので、まあ退散をした人が結構いたんじゃないのかなっていうことですね。でちょっとこう解き方ね、どういうものだったのかと、C の部分特にねやっていただけると。そうですね、これまあちょっと簡単に言っとくとですね、写したっていいですか、写したっていいですね、19本格的に解くと時間がもうあれですから、軽くコメントだけしとくとですね、はい、じゃあお願いします。まあこれ式をバーッと作っていただいてですね、強引に解いていくって一つ手かなと思うんですね。まああの私は結構ですね、強引にやってしまったんですけど、一応これね、まあ一応基本的に言うと余りの問題ですから、読んで割った時の小を A、余りを B って書いてあるんで、まあとりあえずね、どちらもちょっと雑に書くとするならばですね、4A プラスの B とか、って書くわけですね。まあこれ新方式の問題でもいいか。4A プラスの B と、例えば 7C プラスの D とかって置き合いですね。例えばですね。で置いていただいて、結局この A と C の差が48になると言ったわけですね。で、このめんどくさいのはこの B と D なんですね。B と D がとりあえず、分からないので、ほっといて1回ですね、一番多分強引にやるとするならば思いつきそうなのが、1回結局これ見ていただくと、B と D は調整きますので、0とだった場合ですね、0だった場合に、この 4A イコール 7C にしていただいて、その上にですね、
結局これ C の方 A と C の差が48だと言っていますから、まあ、普通に考えたらですね、こっちの方がですね A の方がちっちゃいということになるわけですから、まあね4括弧 C プラスの48イコール 7C とかしていただきまして C を1個強引に出すんですね。1個強引に出したらあとはそこからですね B と D のパターンをまあ強引に探していくというぐらいでできるんですが、そうですね、他の問題次第かな、ちょっと時間かかるんですね、うん、個数系の問題だからしょうがないんですが、この先確かに、バーッと計算していた C が出て C が出た後にこの BD をですね、調整をしていけばいいわけですねっていうふうにやっていけばできるんですけれども、10個なんで、で、ね、そんなに明確に規則性があるというほどでもなかったのでちょっと面倒くさいかなとは思いますけどね、うん、まあ、一応この B と D が0になる、どっちも0になるパターンないしですね、どっちも同じ倍数になるパターンでやっていけば少し4つぐらいすぐできるんだけど、まあ、なかなかねちょっと面倒くさいかなというところありますけどね。ただ強引にやれば、うん、そうですね、まあ、できたかもしれない、できたかもしれないけど、ただ他の問題の金があるんで、まあ、解けなくて撤退するってもこれはいいか良かったかなと思いますね、うん、あともう1個 C ありましたね。もう1個 C が図形の形ですね。まあ、これ一般的に言うとですね図形の形量の問題でこれかな、これですね、はい、この問題なんですけど、まあ、大体東京都で最近消えていた類型なんですよね。これなんかいろんなこう円形がいろいろ混ざってる系の問題なんですが、大体一概にこれは計算がめんどくさい可能性が高いのでやらない人が多いのかなと、まあ、そういう感じですね、うん、まあ、っていうところなんですが、一応過去問と同じ形ではあるんで過去問見ていた人はまあすぐ解けたのかなって、そういう感じですかね、はい、あとはそれ以外で言うとですね、まあ、唯一あれかですかね、正答率は高いんだけれどもっていうところで言うとですね、最大最小の問題かな、最大最小の問題がですねあるんですね、1個ね。で、何番かな、13番ですね。で、最大最小の問題は、基本で言うとそんなに今地上骨盤の方はあまりやらないんですね、通常ね、これですかね、これですね、やらないんですけれども、まあ、都庁の方にとってはですね、まあ、出る可能性がやっとけっていう話だったんで、まあ、できていると。でしかもこれ二次関数作っていただいても、まあ、すぐできる平方関数するだけっていう問題だったので、まあ、できたかなと。また一応一類 A の類型ですけどこれね、一応ね、うん、こっちで一 A の問題をね、うん、そうなんですよね、流用してるっていうふうに、うん、結構なんかもともとね一類 B が一類 A の方が結構多かったんですけど、うん、まあ、一類 A 一類 B 一類 A とか結構あったりとか、まあ、一類 B 一類 A 一類 B あったりしたんですけど、結構 A だけに出てる類型が B に出たりとかってのあったかなってことですね。だからそういう意味では結構完全にですね、なんかあんまり見たことがないかなっていうのが、まあ、ちょっとですね、例えばですねパッと見ると結構気になった方が多かった、ね、飛ばした結構正答率は高いんだけれどもめんどくさそうだと思って飛ばしちゃったってやつがですね、ですね、この魔法陣ですね。魔法陣、魔法瓶じゃないよね、魔法陣、魔法陣魔法陣ですね、はい、で魔法陣がですねなんかパッと見数字がちょっと少ないのと、いわゆるですね天体ショーじゃないのでちょっとめんどくさいかなと思ってやめちゃった人がいるらしいんですが、意外とすぐ計算できたので、まあだから実際正答率もまあ A になってるのかなっていう問題ですね、うん、でこれはまあ、うん、そうですね、うん、まあやってみたら意外とできるけどっていう C でしたかね、うん、ちょっとなんとも言えないですけど一応そんな難しくはなかったかなっていうところですかね。あとはそうですね、図形ですね、図形の形量がさらに簡単になってですね、この台形ですね、これはできてなきゃまずい、これはなんかもう本当に中学3年生の教科書レベルっていう確かに、うん、高さここでほぼ同じ問題がこれです。ちょっとびっくりしたのがキャリア採用かなんかの 2,3 年前に出てるんですよ。2年前だったかな、去年だったかな、出てるんですね。で普通公開されてる問題出さないじゃないですか、うん、公開されてる問題とほぼ同じ問題出してくるっていうですね、なんか謎なあの問題出してきたのでちょっとそこは驚きでしたね。まあ手抜きなのかね、これ。ね、手抜きなのか、まあ、サービス問題なのかっていう、うん、そうなんですよね、と公開されてる問題から出すっていうのが珍しいですよね。なかなか珍しいですね、うん、というのと、あとは数的って内容が全体に低かった理由は、まあ、まず何といっても図形でしょうね。図形の方がほぼ全てが、過去問と同じ図形であると、うん、で過去問しっかりやっておけば、あ、なんかいけるじゃん、結構いけたという問題なんですね。あとはちょっと特筆点は少しちょっとですね傾向がやや変わっている点がありまして、軽量が やたらと多い、図形の軽量ばっかなんですよね。3つ出てますから、こんなに図形の軽量出ることは普通なくてですね、さっき見せたのが円の問題で台形の問題、普通どっちかなんですよね。それが2個出てるって結構珍しいことかなと。また逆にそのおかげで空間図形のところでですね、あのめんどくさいパズルみたいに空間図形を数えるもの、空間図形とか平面図形で数えるものですね、ただ単に時間を食うだけの数える問題がなかったっていうのもですね、もしかするとやりやすかった理由なのかなとは思いますけれども、まああと全体を通してですね、本当にここまで過去問を使うのっていうような過去問が多かったので、まあ
ここ数年でもトップクラスで難易度低かったのではないのかなとは思いますね。だからいかにこうやっぱり過去もちゃんとやっておいて解き方をもともと考えなくていい人 と過去もあまりやっていなくてその場で解き方を考えた人で解ける量に差が出たのかなと。難易度は変わりませんけどスピードで違いますから、まあ、ということですね。一応今後も過去もね、徒長を受ける方は過去もしっかりやっていただくっていうのはですね、非常に重要だったのかなという感じです。はい、もしかしたらあれですね、うん、まあこれ間に合うかどうかわからないけど 1A の試験で 1B がガンガン出るかもしれないですね。そうですね、クロスでね、うん、はい、で今回ねこうデータ見てみても、うん、16問中10問が A ですからね、うん、私もさっき丸つけてみたんですけど、ですからまあなんか知能系が今回は優しかったのに対して、うんうんうん、知識の出来が、うん、まあ時々僕も直前講座やりましたけど正直6割しか当たってないです、はい、5分の3でしたけどね。特に人文と人文 A がないんですよね、うん、ノーベル賞とね、うんうんうん、あとはちょっと歴史が、まあ、今年も2問続きましたけど、うんうん、B でね、で地理ですかね中国は、うんうん、C ということでこれちょっとこう知識ができてないっていうのは、まあ、受験生からも私 もう聞いてて、社会科学ぐらいだったのかな、優しくあったのかね ABA でね、うんうんうん、人文がちょっときつかったのかなっていうところ、まあ、見てて思いました。で自然がまあ、うんちょっとね34、35あたりしょうがないのかな、これがね、生物と地学、うんうん、まあ、これはちょっと岡田さんに、うん、ちょっとあの直前講座もやったんでね、岡田さんにこう聞いていただくというところで、であとね時事が意外とできてない、うん、まあ5問中やっぱ3問はね、まあ僕の直前講座でもちょっと民法 G20 新しい経済政策パッケージってやったんだけど全部 C と。まあ、警察白書はまあ想定外でしたけど、うんまあ、常識で解けるような、ね、選択肢だったので、まあ、これはサービス問題と思います、うんうん、ちょっとこの C3 つここちょっと痛いかなっていう、ね、感じしますよね本当ね、はい、まあ、多分そのあたりですかね、結局合格点を下げている要因というのはね、はい、あの時事が、ね、できなかった年っていうのはやっぱりボーダー下がった年あるんですよやっぱり、ね、ですよね、はい、うん、なので今年こう時事ができてないのでやっぱもしかしたら24割る可能性っていうのはね、うん、ちょっと正直感じられるかなというところでね、まあ確定的なことは言えませんが、まあ去年と同じぐらい合格者出るとしたら下がるでしょうね、うん、ボーダーはね、はい、なのでまあ24割ってもちょっと諦めずね、うん、来るんじゃないかなと思ってですね、面接対策の方にね、うん、もう準備できる人はもうやってもらった方がいいのかなと思います、うんうん、はい、そうですね、あれですよね、なんかノーベル賞とか難しかったらしいですね、時事じゃないかっていうね、うん、カズオ石黒が出た、カズオ石黒の名前は知ってるけど作品名は知らねえよってなんかブツブツ受講生が言ってましたね、これ時事じゃないんですかね、時事ですよ、内容としてはね、カズオ石黒、うん、日本人じゃないから出ないんじゃないかって俺言うノーベル賞外したんだけど、ね、直前講座でね、まあ、日本人なら出るけどカズオ石黒は日本人だっていうことで出すのかなっていうね、逆にですね、逆になんかね長崎出身で日本人みたいなね、はい、出るかなと思ったけど出なかった、そっちで出ると思いませんでした、うん、はい、まだあれですかね、ちょっと知識系で普段取っていて数的を捨ててる方は少しきつかったかもしれないですね、きついと思うね、うん、っていうところですかね、本当ですね、やっぱり数的はもうやっぱり都庁の囲むに尽きるというのを改めてやっぱりね野村さんの解説聞いてもね思いましたね、はい、というところなんで、はい、じゃあ続きましてね、今度教養論文なんですけども、まあちょっと僕いろいろ書いちゃったんですけどね、まあ問題文見た瞬間ですね、はって思った人は結構多かったんじゃないかなと、まあ思います。まあ僕も、論文講座の中では出たら一番嫌なのがボランティアということで、まあ第1回の講義のね、公安の方でもボランティアやったんですけども、まあ正直私がもし直前講座、ね、3テーマに絞って毎年やってたんですけども、3テーマだったら絶対入れてなかった、うん、ボランティアは入れてなかった、はい、というような問題で、多分受験生も見た瞬間、最初オリンピックか、あ、なんかスポーツかなので一瞬ちょっと思ったもんね、オリンピックパラリンピック競技大会スポーツ来たのかなと思ったら、これボランティア活動の参加をね促進するために重要と思う課題よっていうので、まあ止まった人多かったでしょうね。これあとあれなんですよね、なんか東京都の一番新しい実行プランがあんま書いてないんですよね、書いてないですね、実行プランじゃなくて1個それを前提とする大元の何でしたっけ、都民ファーストの方に載ってるんですよいっぱい、ね、都民ファーストの2016年出たやつにはボランティア行動者率ね70% とかっていう、うん、まあこの今回のデータにも出てたものが、ね、あって、うん、あの去年の今年の1月か、うん、なんか出たね、
2018年力入れていきますよっていうバージョンには多分ボランティアってあんまり載ってなかったか、ほぼ載ってないですね、載ってなかったですかね、まあ、一応その都議会の都庁の 都知事の演説の方にはちょいちょい出てきてたんで、うん、まあ、そっちを読んでたらかなってどうですか、ね、まあでもそんなにバッチリね、うん、これボランティアで準備するってなかなか難しいと思うんですけどね、うん、でもまあ結構去年に比べて資料にヒントが非常にあったので、うん、助け舟すごく出してくれてたんじゃないかなと思いますよね。あの、まあ、まずボランティアで、ね、活動、まあ、やってる人が少ないね、やってない人の方が多いよね、じゃあなぜそのボランティア参加しづらいのか、あるいはボランティアに参加してもらうために必要なことは何って聞いてみると、もう時間ですと、一発目にね、時間がないんですよという、まあこれ多分忙しいから、あるいはね、仕事とか家事とか忙しくて、まあ、時間がないんだろう、ですからまあ時間については書かなきゃいけないよねっていう、まあもうヒントが出てるし、まあちょっと今回資料2が映せないんですけども、まあ、資料の2はね、あの新聞記事でしたけども、やっぱりもうボランティア休暇とか、あるいはまあ働き方改革っていう、表現が出てたから、まあちょっと企業に対してね、こうボランティアに参加できるような、あの後押しをね、プッシュをしていくっていう方向で一個かけると。で、まあボランティア休暇についてはもう結局助成金を出すとかっていうのはすぐかけると思うんですけど、ここで働き方改革に突っ込んでいくとどうなのかなっていう感じがしたんですね、私ね。働き方改革、長時間労働是正っていうのでたくさん書きすぎると、うん、ちょっとボランティアっていう趣旨からですね、ずれていく感じがしますよね。それだけじゃなくて、なんかもう一個普通にそもそものボランティアのなんかこう促進系を入れてセットならまあいいかなっていう感じですね。それだけだとちょっとねっていう、うん、なんか長時間労働が問題みたいな感じでダラダラいっちゃうと、ちょっと趣旨からずれるかなっていう感じはね、まあ、しましたよね。だから資料2がまあもう助け舟出してくれてるよね、ボランティア休暇とかね、うん、でまあ時間だけじゃなくて、やっぱりそもそもやってみたい、ボランティアにどんなものがあるのかとか、あるいはそのやってみたいボランティアがメニューがあるのかっていうのが大事だよねっていうのも資料の1のね、2つ目見てみると、分かりやすい情報とか興味ある活動ないよっていうところで、まあこの辺をセットにしていくと、まあボランティアをやろうという関心をこう喚起していくっていうような、まあそういう論点を2つ書いてもらえれば、まあ時間を捻出するっていうことと、でそれからまあボランティアに興味を持ってもらう、やってみようと思わせるって、その2つをね課題に書いてもらって、まあそんなに都も今やってるわけじゃないから、ちょっと自分のアイデアみたいなのも書いた人もいるかもしれないと思うんですけど、ただ方向性自体みんな同じ方に行ったんじゃないかなと思うんですね、うん、まあ、時間というのと、企業に働きかけるっていうのと、関心を喚起するとか情報提供するっていうね、ですからあとはまあ例えばボランティアの体験イベントやってみようとか、うんうんうん、あるいは、もしかしたらボランティアに参加したらね、特典があるって区役所なんかでやってるようなね、ボランティアポイントっていうのを書いた子もいたと思うんですけども、まあそれぐらいかけてれば合格点は私行くんじゃないかなとは思いますね、うん、はい、あと短いですね、これ資料2がね、いつも以上に、まあ、そうそうそう、うん、まあ相変わらず日経使うねなぜか日経去年なんかマニアックな新聞でしたよね、そうですね、うん、はい、去年なんかちょっと資料にヒントがなくて、いや去年に比べれば優しいんじゃないですか、まあ、まとめやすいですね、一番が少しやりやすかったかもしれないですね、特に、うん、一瞬止まるけどね、一瞬止まるけど資料見てみたらまあ方向性はまあ見えるという感じでですね、うん、そんなに深い知識はなくても、うん、まあ、書きやすい方ではないかなと思うので、まあ、教養論文は落ち着いてあればそれなりに皆さん取れるんじゃないかなと、うん、そんなに、ボランティア対策ってのねしっかりやってなくてもある程度の点数は取れるような気がします、うん、で、まあ、回答例ね、載せてますので、あのホームページの載せてますので、まあ、教養論文の、ね、回答で見てもらって、まあ、大体自分がこの辺書いたなとかね、ちょっとここは書かなかったけどっていうのを確認してもらうと、いいんじゃないかなと思います。でうちの公表でも一応 B に、ね、なってますね、難易度は B で、まあ、標準ということで、はい、まあ、今言った通り資料を見れば、まあ、大体ヒントがあるんで書けるよねっていう感じの公表です、はい。で続いて今度はですね、専門教育の方にね、行こうかなと思います、うん、で今年専門教育どうですか、野村さん全体的に見た印象は。なんか聞いてるとなんか意外とかけてないとかなんとかで聞きますけどね。聞きますね、うん、ちょっと、まず法律からいきましょうかね。行きましょうかね、まあ、憲法行政法民法なんですけども、うんうんうん、まあちょっと憲法がね、うん、ちょっと想定外だったかなっていうところあるんじゃないですかね、まあ、環境権の異議うぬんかぬんですけど、
で、まあ、そもそも環境権って憲法で出していいのかっていう確立してないんじゃないかっていう。一応まあそうなんですよね。ただこれ、レックの回答例の方がいわゆる伝統的な学説に沿って書いてるんですね。で意外とねちょっとですね、都庁の憲法は他に比べると私結構授業なんか言うんですけど少し古い議論が好きなんですね。でこの憲法の解説は完全に古い議論で書いているんで、まあ、そうすると確かに、まあ、都庁が好きなのかなっていう感じはしますけどね、うん。でまあ、一応憲法でこれ結局ただこれを練習していたかどうかっていうとおそらくの方はこんなもんいいやって無視したのかなと思いますけどね。確かに過去問が出てるけれどもやってなかったって人がやっぱ圧倒的多数かなと思いますので、まあ、最悪他の書けなくてね、なんとかとりあえずでも13条だけは知ってると思うんで13条書いてなんとか半分ぐらい点取れればいいかなとか、まあ、大阪空港とおそらく、まあ、書くのはこれも書いてある国立マンションかなと思いますけれども、その辺で一応ね最高裁が環境権については名刺に認めてないよみたいなことをねちょっと書いておくだけで少しは点くるかなと、まあ、そういうふうに思うんですけどね。なかなかね13条日25条双方っていうのを25条の方まであんまり最近勉強してない人いるかなと思いますけどね。公民試験では25条のところでおそらく択一でも憲法やらないので、その環境権のところはねちょっと択一知識でも書くのきついかなっていう問題なので、これはちょっと本当に準備しないときついかなと。ただ逆に言うとこの答案が新田さんも言った通りですね、憲法じゃない論点も書けなくはなかったりするんですね。確かに行政法学とか環境法学をちゃんと勉強している方にとってみると違う論述できなくもないんですね。だからもしかするとこれじゃない答案を書いても別に点数くる可能性はあるとは思いますので、まあそんなにですね、もちろん埋まってあとはまあちょっとこう祈るという感じになるかなと思いますけれども、まあ、私も見たときやっぱこれ幸福追求権に絡めるのかと思ったんですけど、うん、でも判例で認められてないからね、うん、どちらか学説的な話でしょ、これ環境権、ねね、うん、だからちょっとこう出していいのかっていうね。いや好きなんですよこの顔、学説はなんかこう昔ながらのこう、うん、議論が大好きなんですよ都庁は。それで出しちゃったっていうところで、ちょっと想定外っていう感じで、うん、まあ他が書けなくて手を出したっていうかやっぱりいますね。それがいたなって感じですね、はい、うん、そうですね。で行政法ですかね、次行政法ですけど、これはもう正直書けてほしいんですけどね、行政罰ということで、うん、まあ内容的にはね、うん、もう 法令条例なんかでっていう話だからそんな難しいことはないと思うんですね、行政罰はね、うん、まあ、いわゆる本当に一行問題でよく出るやつというか書き出しやすいやつであるんですよね、うん、ほぼ決まってるものですので2つ挙げなさいだしね、うん、これはねできてほしいなっていうとですね、うん、まあ、せめて最悪でもですね、秩序罰と行政規模の定義を書いて、まあ、そこでなんとか文字数を稼いで種類を書いて、うん、っていうので、まあ、なんとか半分はなんか択一知識でもそこそこ書けるかなとは思うんですけどねっていうところですね、これはね。なんでしょう、用意してたらいいけど用意しなくてもなんとかごまかしてかけたかもなっていうところではありますね、はい、でも聞いてみると ね、あんまり選んでないんですよ、うん、そうなんですよね、うん、受験生に聞いてみると意外と行政法を回避してますね、うん、やったっていう子いたけど、うん、まあちょっとっていう感じだったようですね、うん、これ多分受験生は法律で憲法しかやらないんですよね、うん、でたまにちょっと民法で出そうなところでやるっていう人が多いかなっていう感じなので、確かに行政法は問題としては簡単なんだけれども都庁受験生の中で取るときついのかもしれないなって、そういう問題でしたね、うん、ちょっと予想できしにくかったとこかな。逆に言うともう普通に法律だけで勉強している人とか国家総合職とかの弊害の方にとってみると、まあ、全然いけたかなっていう感じの問題でしたね、うん、確かに都庁のためだけだったらきつかったかも、やらないかもしれないなって感じですね、うん、で民法はなんかこれはわりかしこう予想の範囲だったって聞いてるんですよね。そうですね、債務債権総論なんで、まあ、予想範囲内ではあったんだけど意外とですね答案まで用意しない人が多かったって話聞きましたね、うん、確かにこれ、書きづらいところなんですね。本来的に言うとこの損害賠償の範囲っていうのはかなりですねいろんな学説も本当あるところで用意するのがめんどくさいっちゃめんどくさいので他の論点を用意してたって人が多いみたいですね。どうやら僕は全然法律わかんないから督促とか ね、うん、ね損害賠償の範囲の督促、うん、ちょっと細かいのかねここはね。これでもね条文であるんでこれはできないといけないかなってもうほぼ常識的なやつなんで、うん、一応択一知識で読めばわかるかなって感じなんですね。で逆に言うと都庁みたいな一行問題じゃなくていわゆるですねあの国家総合職とか諸々の事例問題を受けるところですね、うん、事例問題を受けるときにとってこの損害賠償の範囲って絶対書く論点なのでそっちに傾きを取ってみるとやっぱり簡単だったのかなということで今回やっぱり行政法と民法は国葬と併願されている方にとってみると結構やりやすかったのかなと思いますね。そっちでやってる方にとってみると特に民法なんていうのは逆にちょっとできないとっていう感じになってくる論点だったので、ただ都庁のためだけに民法とか行政をやってる人にとってみるとなかなか手出さなかったかなっていうところみたいですね。そうですね、うん、そんな感じしましたよね、うん、だ問題としてはいけるんだけどいざ800字ぐらい書けと言われるときつい とそういうところらしいですね、うん、だからなんか例年より法律がね、うん、書きづらいよね、うん、っていう
ふうに聞いてますね、うん、もうちょっと憲法がどう採点されるか次第ですかねとね、うんうん、で続いて、まあ、経済学は、まあ、これ一応うちのテキストには載ってましたね、うんうん、はい、これね、はい、まあちょっとこれやってみたいマンデーフレミングがね、フレミングこのもうもはやネタになってると、はい、ちょっと突っ込んでほしかったとかですね、これフレミングね僕はもうこれ見た瞬間もうすぐこれをやっちゃいましたから、はい、なんかテキストに載ってたなぐらいの感じで、はい、で今回図を描けっていうのがなかったんですよね、うん、例年あの経済学の場合図を描いてっていうところで、うん、まあ文章あんまり書かなくて済むというのでややちょっと傾向変わったのかもしれないですね。概要を述べてこの小国前提みたいなこのシチュエーション設定型っていうのは多分今まで経済学なんか僕は知らないだけなのかもしれないけど、どっちかというと図をバンと書いて文字数少なくみたいな感じで逃げ切れたような気がするんですけども、うん、ちょっと難しいかもしれないですねこれね。確かにいやいや応用論点と公表にもなってますもんね、はい、もう財政と金融の効果も書きなさいだから、うん、結構これは図を書けっていうのがない分辛かったのかもしれない、うん、うちのテキストでも一応多分マンデーフレーミングというか図表は前提とした記述はあったと思うんですけども、文章だけで書いてくださいって言われるとちょっときつかったのかなっていう感じで、でもまあ難易度標準ってね標準って書いてますけどもどうなんでしょうね、経済学の先生だと標準なんでしょうね、標準なんでしょうけど、多分あまりや僕なんかも別に経済教養ぐらいしかやらないもんだから、まあ正直本当左手の法則しか思い浮かばなかったっていうのがね、フレーミングのねそれだけっていう感じだったんで、で例年はね取りやすいのが財政学なんですけど、まあ多分税だろうと思った、去年が国債だったのでまあ税分野だろうなと思ってて、まあ僕はまあ受験生にねこう直接税と間接税をね用意してくれって言ったんですけど、まあまさかこう大の大益っていうね、まあ難しくはないんだけどやってないと書けないかもねっていう感じなのかなこれは、うん、まあ税に関連して準備した人だったら書けたかもしれない、うんうんうん、ただ例年よりは難しいと思う財政、ね、この学説を出せってなったら最近あんまなかったような気がする、国債の管理とかね去年もねやりやすかったんですけども、しかもねかなり古いところのワーグナーまで行ってますからね、19世紀まで行っちゃって、うん、これはちょっと書きづらいんじゃないかなっていう印象を持ちましたね。まあできた人は少なかったかもしれない、あとなんか平成20に出てるから外したって人もいましたね、結構近いから出ないんじゃねえと思ったっていう証言もありますと、うん、なんかそういうのもあるみたいですね、5年を季節があったんですけど20、25っていうと私もそこまで過去も見てなかったけど、うん、やっぱ5年説があるんですかね、あったんですかね20、25で、うん、30っていうのが来たのかもしれないですね。ただやっぱりでも直近 4,5 年外しちゃいますよね、受験生主義としては ね、そういうのでちょっともしかすると外しちゃった人いたかなっていうところですね、うん、まあ気づいた人はね、この5年周期説に気づいた人やってたかもしれない、うん、私もそこまで気づかなかったんで、うん、でまたこれ政治学が逃げ道がないというね、うん、まずルソー聞いたことはある、自然状社会契約説のルソーの自然状態で一般し頭の中にぼんやりあるけどそれじゃ文章として書いてくださいと言われるとこれは辛いですね、うん、まあ一般紙だけじゃなくて絶対全体紙との比較とか、まあルソーのですね政治体制論まで政治体制のイメージまでいくと思うからね、直接民主主義理想としたまでいくから、これはちょっともう見た瞬間回避したって言ってましたね、うん、政治がね、うん、なんとなく知ってるけど程度でしょうね、そうそうそう書けないっていう、うん、かつてのホッブスみたいなもんですね、なんかあのホッブスやロックが書きやすそうな気がしますよね、ホッブスも書きやすい、社会契約の中でも、うん、ルソー一番書きづらいですよね、書きづらいですね、3人がだからと、はい、まず自然状態にイメージ自体が違いますからね、この人ね、うん、西さんなんか標準にしちゃってるよっていうなんか雰囲気わかるけど言語化するのが難しいっていうところですかね、そうですね、うん、だ今年はねもう行政学がまあこれ書けないから今年もう選択肢ないよねっていうね、うん、年でしたね、まあこれも本当過去問の焼き増しっていう感じでね、平成24年でしたかね、なんか独二制合議制出てましたけど、それをちょっといじっただけなんで、まあここは取れないと今年ちょっと選択肢がなかったんじゃないかなっていうぐらいに、これかけてないときついんじゃない今年っていう感じしますね、はい、前に出たのは平成24年なんで、うん、結構近いからやんなかったみたいな声もちょこっと聞いたんですけど、ありましたかね、行政学的にはどうですかね、行政学的に5、6年経ったら出ますかね、うん、やっぱりなんかね去年ウェーバー出して2週目に入った感じがしたんですよ、なのでまあ2週目っていうことで僕今年のテキストにはね改めて入れたんですよ、独二制合議制がね、去年ウェーバー出たからまあ2週目の可能性もあるかなっていうところで入れといてよかったです、なるほど、正直、はい、復活させてよかったな、なるほど、はい、でそれから社会学ね、
やっぱ集団論、まあ来るだろうと思ったんですけど、マッキーバー単体とは思わなかった。テニスとマッキーバー両方とかね、うん、2人の学者ぐらいは絡めるのかなと思ったんですけど、まあ、あるいはクーリーでもいいんですけども、なんかいろんな何人かの集団の論の人間を入れてくるんじゃないかと思ったんですが、ちょっと辛いね、これだけで書けって言われたら。800字はちょっと辛かったかもしれないけど、まあそれなりに書けたんじゃないかな。ああ、用意は一応していた人が結構いたっていう風な感じですかね、一応聞いてる話だと、うん、一応集団論はやってたと思うけど、マッキーバーとテニスみたいな感じでね、うんうんうん、2つ準備してたんで、マッキーバーだけだとちょっときつかったかなとは思うけども、でもやっぱり回答で見たらテニス書いてんだよね、うん、マッキーバーだけじゃなくてやっぱテニスまで行っちゃってて、比較して、比較して、まあ、文字数稼ぎですかね、文字数稼ぎ、ちょっと線字いらないけど、線字はいらないんですけども、なんかやっぱついつい書きたくなっちゃうんだろうね、うん、集団の元祖だからね、うん、ああ、この手前のこの線の他の他の社会学者にどうなんたらかんたらとか抜いても、抜いても全然語数的にはいけそうな感じしますけど、ね、600から700ぐらいにいけますから、うん、まあちょっと書けた方が良かったかな今年はね。ああ、行政社会、行政社会できないと結構つらいっていう、つらいですね、どうですよね。ああ、と経営学がこれまあイノベーションということでね、まあなんかシュンペーター知ってるけどっていうので、書こうと思ったけどやめたって人いました、ね、会計学カットですね、会計学がもう、あ、申し訳ない、まずやる人がいないと思うんで、はい、もう毎年カットさせてもらってるんで、会計学は。それはまあ高坂先生に聞いていただくということで、まあ経営学はまあいけたかどうかっていう感じで、ですから今年、去年はねすごくやりやすかったですよね、うんうんうん、都庁の専門記述もう3問いけましたっていう声が結構あったんですけど、うんうん、今年僕まだ3問全部書けましたと自信持っていけましたっていう人に会ってないですね、会ってないですね、会ってないですね、今年ね。なんかまさかっていうのは、なんか見たことあるけどちゃんと見てないよっていうのが多かったっていうのが結構聞きますね、うん、なので1問はまあ取って、あとはまあ2問半分ずつぐらい書いたかなっていうので、合わせてなんか3分の2ぐらいいけたっていうので、まあ、合格するんじゃないかなっていう感じがね、うんうん、なんか例年よりなんか反応が悪いですね、確かにね、うんうん、きついなっていう、うんうん、ここまでちょっと難しいもの出たのは僕の記憶だと2010年ぐらいですね、うんうん、2010年は正直言って全部外れました全科目が外れて、もう社会学が、ギデンズだ、マニアックなんですね、マニアックなのが出て、まあ、行政は僕は当てなきゃいけなかったけど外したっていう年で、ね、はい、政治学ホッブスっていうのはもう手が出ない、うんうん、で法律なんかでもやっぱりみんな外れたっていうので、うんうん、半分ずつぐらいで3つみたいな、ね、そんなんで普通に合格した年だったんですけど、なんかそれ以来の印象ですね、はい、ちょっと難、今年はちょっときつかったんじゃないかなという感じがね、しますので、まあ例年よりちょっと下がってきますね、うん、なんかね、な感じの印象はしますよね、教養もちょっとだっていうのと、うん、専門論文かけてないなっていう感じなので、だからあんまりこう受験生もねへこまないで、うん、ね、自分だけできなかったんじゃなくって相対的にきつかったよねっていうふうにね、思っていただけるといいんじゃないかなと思います、うん、というところで、まあちょっと告知をちょっとさせていただければ、ちょっとまず一般方式編なのでね、なのでワンチャンあるよということでですね、まあ、面接対策、ね、早めに、ちょっと一般方式は早くないんですけども、説明会をですね5月19日土曜日 L タワーでね、やります、まあ、このゼミの説明だけじゃなくて、僕大体説明会と言いながら、面接シートの書き方っていうね、なんかもうプレゼミみたいな感じでお話しますので、まあ、都庁の面接のポイントとかね、なんかももうこの説明会の中で話しても準備入っていただいて、で実際にまあゼミが始まる前にある程度固めてきてもらいたいなっていうのでね、まあ、基本的なまあ僕の講座の概要もこうでも大体言っちゃうんで、このゼミ入る入らないは別として、ちょっと面接対策スタート、ね、キックオフイベントみたいな感じで使っていただければなと思ってます。で、ちょっと受付がですね、やっぱり今年は一次試験、まあ、合格発表ぐらいから前後かなぐらいからになってます。ちょっとコース一般生ね、ですから説明会聞いてもらってもだいぶ始めるまでは結構時間あるんですけども、はい、で具体的にも実際やるのはもう6月11日からということで、1受かった人限定となっています。で今年はね、まだ1へ限定ゼミやるかどうかっていうのは決めてないんですけども、まあ、やっぱりこう併願の人も多いから1へまで含めてフォローしますという感じで、はい、
まあ、B でだけで A も受かった人も、もう直前までフォロー、ホームルームやりますよということなので、でこれは新方式の人もね、まあ、1位併願してる人はこの来てもらっても構いませんのでね。で、まあ、講義はもうウェブで聞いていただいて、第2回、第3回、第4回、ここがまあ実践編という感じで進めてまいります。まあ、まず、説明会ね、5月19日来ていただければなと思います。一応収録して、ウェブアップもする予定ではあるんですけど、来れないという人はまあちょっとウェブで聞いていただければなと思います。それではですね、一般方試験をここまでにさせていただいて、続いて今度はね、お待たせしました、新方試験。行きます。はい。で、新方式のまずこう全体的なですね、こう点数のね、分布ですけども、すいませんが、まだちょっと受験者数が39というところで、ちょっと集まってないんです。まあ、例年だいたい40とかそんなもんなんですけども、スタッフに聞くと例年よりはいいんじゃないかっていう。な話ですよね、はい、逆にこっちは一般報酬と違っていて平均で高いって聞いてますよね。例年よりできてるんじゃないか、うん、なんか24が圧倒的に多いんですよ、ここ、うん、私見た時にここね24の分布がドーンと来てて、ちょっと30超えたとかね、あまりなんか僕新報酬30オーバーとか見ないんだけど、20後半こっち案外高いのかな、うん、なんか24切ったら急に減ってますからね、分布数がね、うん、ずわっと落ちてますんで、もしかしたら例年よりも上がる恐れがあるね、これね。大体去年とどれくらいなんですかね。去年21で受かってるんですよ、うん、一番下の子が、うんうん、大体22を聞いたんですけど、うんうん、21でもいけたってやつが、うんうんうん、いて、まあ、2時でこけたみたいです2時ではこけたらしいんですが、まあ、1時は21で引っかかったというね、うん、話だったんですけど、やっぱりこの点数が取れたっていうのはこれやっぱり野村効果じゃないか、数的な、まあ、それはもう関係ないかなんて、うん、やっぱこう数的やっぱできてるんじゃないですか、一般方式知識ができてなかったでしょ、うん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 、やっぱり新方式知識少なくて、ああ、それは知能系なので、そういう影響があったんじゃないかっていう気がしますので、ちょっとなるほどなるほど、ぜひ解説をね、まあどうします、文章理解は、文章理解はやっぱここ、まあ、1問だけですかね、1問だけですね、はい、うん、それ以外みんな A で、うん、で数的がなんか C が1個しかないんですよ、整数、ね、整数、先ほどやってもらった整数だけで、うん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 、それ以外なんか AAA っていうことはこれ例年なく新方式取れてるねと、あと平面図形の分割構成が一応こっちは C なんですね、あ、C なんですね、新方式独自の問題で、まあ、ちょっと面倒くさい、やや面倒くさめの折り紙問題だったのと、うん、ちょっとまあなんていうんですかね、過去問と若干違ってたのがやっぱ C なのかなっていう一言で言うとですね、うん、整数問題はまあさっきもちょっと書いちゃいましたけれども、ちょっと整数問題が少し面倒くさくて飛ばした人が多かったかなと、まあ、解説いいじゃないですかね、見せただけじゃないですか、問題をパッとどれですかこの、あとですね、意外と面白かったのはですね、ちょっと見せとけこれなんですよね、このいかに都庁が同じ問題出すかって言うと、この問題なんですね、もうこれしつこいんですよ、もう多分今まで多分5、6回出てますね、いろんな試験紙で本当にしつこい、これ何度も出してくるんですよ、まあ、また出したのぐらいの勢いなんですね、すごいしつこいですね、でこれ新方式だけの問題なんですけど、まあ、これはできてほしいなっていう、本当にすごいなっていう問題ですね、もう過去問見てる何回も、そうですね、あとはさっき言ったやつはこのちょっと難しかったかもしれないこの問題ですね、ですね、はい、まあ、ちょっと軽くコメントだけしましたけど、少し強引な作業が必要になってくるんで、まあ、時間を考えて飛ばす人が多かったのかなっていうところですかね、うんうん、あと折り紙、あと折り紙ですね、折り紙ちょっとね特殊なんですね、折り紙これですか、うん、これどうやらこれが折り紙なんだけど、ちょっとこうちょっと折り紙プラスその都庁のこの移送関係の問題も混ざってるかなみたいな問題で、問題文も長いですし、回避した人が多かったのかなっていう気もしますけどね、うん、塗ったら当たったみたいなね、適当に塗ったら当たったっていう感じかもしれないですね、ただ他の図形の問題が重大方式と同じようにですね、ほとんど過去問ばっかなんですよね、露骨に過去問ばっかなので、まあ、これを回避したところで他の問題ちゃんと取っていただければ十分高得点は狙えたんじゃないのかということでですね、まあ、本当にちょっとここ数年ではいやいや簡単な方でしたかね、うん、数的に関しては、あとやっぱりそのさっきの方も言ったんですけど、ちょっと気になるのが今現在公開されているですね、都庁のホームページに公開されているもので普通は出さないですよ、今までだとね、出さないで、それに似たような問題出してるんですよね、っていうのちょっと気になりますね、1類 A に似てる問題とかキャリア採用かなんかにやや似てる図形とか出てるんで、公開するの出してきたっていうので、もはやネタが尽きてきたのかなって、そこまで見てないだろうと他国食ってるのかもね、そうかもしれないですけどね、うん、でもこれ一部1類 A に似てるのがあるんで併願してる人いるんで、うん、ますね、あれと思ったんですけどね、まあ似てるだけなんで完全に一つのまた昔の問題なんですけど、うん、で似てるって言ってるんですね、あとはまあちょっと従来方式と同じですけれども、傾向はやっぱ変わっていて、ややこの図形の傾向やたら多いですね、うん、
逆に図形の経験が多いということは勉強すれば点取れるという意味なので、まあ、そういう意味ではちょっとですね、組みしやすいのかなと思いますけどね。特に良かったのは平面図形の構成とかでやたらめったら数える問題が少なかったっていうのはですね、なんかドツボにハマる人が少なかったのかもしれないですね。パズルの問題とかだとなんか意地になってやっちゃう人いるんですよね。パズルだからできるだろうとか言ってね、時間かかっちゃうっていうのがいるんで、まあ、そういうのなかったのは良かったのかもしれないですね。資料解釈も全てそういえばあれですね、 A ですから5問全部ですからね、うん、いやこれだけ数的取れた年ってあんまないんじゃないですか、新方式でね。まあ、おそらく資料解釈に多分他が簡単だったんで時間費やしやすかったのかなっていうことだと思いますね。大体感じとしては新方式受ける子も勉強するようになったね。そうですね、はい、うん、あの2015年って一般が30点としちゃったじゃないですか、うん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 、あの年の新方式は普通に21人でしたからね、はい、その時に比べたらちょっと受験生が、ね、新方式の受験生を勉強するようになったのか、うん、それとも 1A との併願者も増えてきたからやってるっていうことなのか、うんうん、引き上げてくれてるのか。なんか一時期あれでしたもんね、教養が苦手だった新方式一時みたいな、そうそうそう流れがありましたからね。ありましたからね。なんかちょっとそうは言ってられないぞみたいな感じになってますよね。新方式だからって言ってもこう、うん、ちゃんとやっぱやんないといけないのかなっていう感じがね。で今年は一般もそうだったけど知識がなんかここの数的までとその下でですね全然違うと。31番以降って A が2個しかない、31番以降 A が2個しかないっていうので、しかも社会事情で、まあ確かに警察白書はまあちょっと傾向外でも優しかった。でまあクロマグロはえっていうね、うん、まあ無理ですね、まあこれは無理ですね、うん、はい、マグロ好きな人はいけたかもしれないですね。ふざけるなってことね、規制は嫌だと。そうそうそう、ね、うん、あと面白いですよ、ノーベル賞が、あの、うん、ノーベル賞ね、これ従来一般方式が C なんですよね。 C でしたね。でも新方式が B なんですね。まあ、募集団の違いもありますね。募集団の違いもありますが、ここだけずれてますね。ここだけずれてますね、うん、ただ一般の方式でも社会事情できてなかったですね、うん、だからちょっと知識系がちょっとみんな時間かけてないのかな、うん、もうやっぱり都庁といえば数的分子数的になっちゃってちょっと寄っちゃってるのかね、数的。でも時事は結構やってそうな気がするんです。それを想定を超えたってことですかね。時事はやってると思うんですね、うん、なんかもう日本史世界史は諦めたとか、諦めた、まあ社会科学も多いから諦めたとか多いんですよね、はい、あと新方式だと理科がおそらく問題数が少ないから最初からやらないと。やらないですね、うん、一般の連中は結局問題数が多いからやるよってことになるとは思うんですけど、そこに違いが出たのかもしれないですね。それ除いても全体的に24が多いっていうのはね、うん、やっぱよっぽど知能ができてたってことでしょうね、うん、今年はね、うん、ちょっと僕もびっくりしました。だから例年より少し新方式って高め見積もった方がいいかなっていう気がちょっとしてますね、うん、21ではもうきついんじゃないかな、少し上がってるんじゃないかなっていう印象がね、ありますね、はい、で続いてこう新方式のプレゼンです、ね、プレゼンですね、プレゼンシートっていうので、まあ私も今年初めてゼミをやったんですけども、3テーマ引っかからず、はい、防災は来ないと思ってたんでね、ないだろうということで、まあ本編の講義の中では全然扱わなかったんですけども、まあ、エクストララウンドっていうことで、公園のね利活用のあり方っていうのを追加テーマで4番目にやってもらった時に、まあ、若干公園の活用の中でやっぱりどうしても避難場所になるっていうのがあるので、まあ、半分ぐらいは多分防災っていうので準備してたゼミ生は書けたんじゃないかなと思います。ちょっと防災をしっかり準備来るだろうと思って準備した人の方が、まあ、やや少ないかなと思うんで、はい、ちょっと想定外だった。過去問が、ね、来るとは思わなかったなというところでしたね。確かに A と B の方で来るかなって感じでしたもんね、防災はね、うん、そろそろ A と B で 1A でそろそろ来てもおかしくないかもねっていう。逆に言うとだからそっちのやってる人はいけちゃったかもなって感じですよね。そうですね、 1A でちょっと防災と考えた人はいけたかなと思うんですが、ただあんまり今回こう資料を見てみてもあんまりハードで書けってなってないんですよね。なんかどっちかっていうと区役所っぽいんですよね、うん、地域防災力強化でしょ、都民の防災の意識で地域防災力の向上ってことだから、資料を見ても全くこの耐震とか不燃だとかっていうハード的な部分がね、かけと求めてなくって、これ本当都庁なのかなと、うん、確かに木密系がないのはちょっとあれですね、ハードがないのがねちょっと書きづらいなっていう感じがして、でまず水ですからね、備蓄、家でだからね、ご自宅で備蓄していない人にどう働きかけるのって、これをアイディア出せっていうことなのかな、これ
もうこれでもイベントしかないですよね啓発活動しましょうよって、ね、それしかないですよね。ご自宅でですからね、うん、ご自宅でですから。これまあ資料が4個出てきたっていうのが今回初めてなんですよね。2015年だったかな、防災出した時で資料が1個しかなかったんですよ、うんうん、ちょこんと1個しかなかったんですが、今回4つも出してて、4つこれ書かなきゃいけないのかっていうと、4つも書くとまたまとめづらいというので、うんうん、どこを切り取るかっていうのを見られてるのかもしれないですね、うん、はい。まあちょっと水で書くっていうのは辛いと思うんですね、うん、広がりますかね、まあ、素直に訓練とか啓発がそれ書いてただそれ書くとあれですよね、プレゼンで困りますよね。プレゼンでじゃあ突っ込まれた時にね、そうそう、どういうイベントするのとか言って、いやもう芸能人呼びますかねみたいな。ご自宅でだからね、なかなか難しい。自宅じゃなくてなんかあるのかな、自宅での、しかも長期保存水ですけどね、うん、まあ多分自分で買ってねって宣伝するしかないですもんね。僕だったらもう東京水配れみたいなね、東京水都民に配ろうみたいなね、うん、イベントで東京水配るみたいな、まあ、いずれにしてもイベントしか多分1は書きづらい、ね、書きづらいね、うん、でこれ2番目がですね、これ区役所なんですよ完全に、うん、はい、地域の要配慮者の有無の、把握状況ということでね、ここは行かない方がいいです。はい、あの何名いるか把握してとか名簿とか、これ自治会レベルなんですね。自治会のレベルで、災害時要援護者とかなんていうのをね、あるいは防災自主組織なんかでこう管理するんですよ。情報管理していくんで、ちょっとこれ書きづらいなっていうところ、多分書かない方がいいかなと思ったね、資料にはね。ここに触れない方がいいと思う。どっちかというと区役所で、まあ、個人情報保護の問題とかになってくるんで、ちょっと区役所のネタなんでやめた方がいいかなと思った、ね。若干この資料にあれですよね、誰が把握してるかどうかいまいち分かんないですよね。分かんないですよね、だからね。まあ、地域でのって書いてあるんで、こ地域の、まあ、誰を言ってるんだってちょっと若干、うん、もう少しコメントが欲しいですよね、これなんかね、うん、基礎自治体なのか、それとももっとちっちゃい団体なのか、自治会とかね、防災実装組織コミュニティなのかっていうことですね、うん、なのでここに行くとちょっとこう書きづらいし、多分プレゼンやりづらいよねっていう感じで、うん、ちょっと皆さん、ね、お見せできないんですけど、3番目がですね、こうなんか消防団、うん、因数の推移っていうことで、まあ、これも普及啓発活動しかないんだよね、うんうん、消防団もねやりましょうよみたいなね。あとはインセンティブか、ね、でもあれも特別区学生消防団だからな、まあ、一応都の資料に載ってますけど、消防団足んないってひたすら書いてありますよね、うん、まあ、確かに東京消防庁、うん、だから一応都といえば都なんですけど、ただ消防団だから確かに都の資料だと確か女性が特に足りないとかなんかありましたよね、うんうん、女性消防団員増やす、まあ足立区にあるんですよ、女性だけの消防団ってあるんですけど、うん、そういうの増やしたいとかっていうことでも、なんか特別区州というか基礎的自治体州がすごいするんですよね、はい、確かあってね、特別区学生消防団なんかいろいろあるんですよね、消防団ってね、そうそう、就活で役立つみたいな就活でなんか在籍証明書出すとかっていうので、そんなこと書いてほしいわけでもないと思うから、うんうん、ちょっとね、でも出典が総務省になってるからね、うんうん、なんだろうと思って、まあ、一番多分書きやすかったのが帰宅困難だろうね、うん、おそらくここ僕も見た時、ここが一番ベースで書きやすいんじゃないかなっていう感じがしました。やっぱりこう災害が起きた時って絶対家にいると限らなくて、どこにいるか分かんないわけですから、その時にやっぱ身を寄せる場所、まあこれ公園とかね、あるいは都の施設みたいなところでこれちゃんと準備しましょうとか、まあそこは当然備蓄しなきゃいけないよね、で3日間そこに泊まるとかっていうのになると、まあ自宅で水よりは帰宅困難になった時の避難場所に備蓄の方が書きやすいと思うんですね、多分ね、でそれからあとはまあ家族の安否で ICT 等でですね、こう情報のね、やり取りができるようにっていう感じで、うん、だからあとは帰宅困難者になった時のことを想定した防災訓練やるとかね、うんうん、あれですね、4と123がつなげづらいんですよね、つなげづらいです、うん、なので多分4をベースに4だけで書くっていうね、究極それもあるかもしれない、まあ、あとはちょっと自宅で水かな、書きやすいの1と4かね、うん、まあ、なんかイベント系を書いて啓発をしながらとかですかね、結局言うとね、そこぐらいかなと思いますけどね、うん、あとはまあこのもう特別区集みたいな話するので、自助共助をめちゃくちゃ出すとそっちで行っちゃうっていう多分消防団書いた人あまりいないだろうね、これね、うん、ちょっと私も見た瞬間、まあ帰宅困難者になった時に備えてやっぱ都立公園をね活用しようとかっていうのと、あとはまあ資料2の下にね、要配慮者で外国人っていうのがあるんで、うん、外国人に向けた、
まあ、多言語の、ね、発信みたいなのをやっとくと、防災情報を提供するとかっていうのを書いた人いるんじゃないかなと思いますけどね。まあ多分2時盛り上がんないねこれね。いや防災でなんかアイディアないからそんなに、なんか5分間プレゼンの後の10分間の質疑応答が多分面接官も困るね。またあれですかね、最近出た東京暮らし防災使ってイベントとかで書きますかね。ああそっかそっか、女性の防災ハンドブック出たんでしたっけ、ね、東京からピンクのやつですね。ピンクのやつが出たとかっていうのももしかして意識したのかなこれ。あとあれですよね、東京都というか防災アプリありますよね。防災アプリありますね。それが安否の、でもあれかアプリは安否じゃないか、アプリなんかあれなんですよね、東京防災と東京暮らしも全部見れるんですよね。あ、そうです。あとクイズとかあるんですよね。あ、それをやれって書けば収支書けるかもしれないですね、備蓄をさせるためにアプリ使いみたいな。アプリ使い、そこまで知らないよねっていうね。アプリね、私入れたんですよ、使ってないですけど。そう、僕もね、東京防災実は読んでないんですよ、あれ、あの長くてね。なんかあの東京防災はもうちょっとこう耳からね、あのみんなに意識するように防災ソングを作ってくれと、ね、防災ソング。防災ソングね、多分途中で聞かなくなりますよね。なんか尺的に3分以内ね、3分以内でその東京防災のポイントを歌で周知するっていうのがいいんじゃないかって僕前から言ってる。なるほどなるほど、うん、そんなこと書いたら多分落ちるかな。ちょっとまずいかもしれないですね。じゃあそれは水を備蓄しようっていうのを防災ソングでお願いしますっていう、ね、結構書く勇気あります、必要ですけどね。必要ありますね、これ面接で言えって言ったのに言わなかったりしますからね、なかなかちょっとその辺で狙ってるかどうかあったのかもしれないです。なんともないところですよね。遊びに行けるかっていうところがね、逆になんか思い切って勝負した方がポンと点が跳ねる可能性もなくはないですね。これ一個一個真面目に書くとちょっときつかった、多分論理性がなくなってくるので、まあ1点2点に絞って書いてもらう方がいいのかなっていう感じがね、まあして、また担任相談等で、皆さんの出来をね、あの見たいなと思います。去年よりはマシですよね、はい、あ、去年はもうめちゃくちゃでしたね、はい、何を書けばいいのかっていうのが、でも今回は論点狭いな、もうちょっと広げたいねっていうので、あのハードを書いた子がいました、やっぱり。ああ、やっぱり、やっぱりソフトの前にハードだろっていうので、半分ハードになってるやついましたね。これからハードよく書けましたね。いや、もうソフト半分しか書けないと思ったので、なるほど。まずやっぱり地域防災力の前に、ハードが大事であるみたいな感じで。なるほど、持ってったんですね。持ってったんです、まず半分、だからもうやっぱり不燃化とかね、なんか書いてる子いましたね、やっぱり災害に強い町っていうのを作って、ハード書いて、で半分ソフトっていう風に。なるほど、まあそれを一つの工夫かなと思いますね、一応全体埋めるっていうね、ただ資料にないだろうと突っ込まれるんだよね、多分。そうなんですよね、ちょっと大丈夫かなって感じで、半分書いちゃうと怖いなって感じですね。面接で資料にないよねっていうね、ところを突っ込まれるのはまあもう覚悟してくれっていうのは昨日話したところなんですけど、なるほど。まあそれはそれで発想としてありですよ、昔全くね資料に関係ないことが書いてよかったりしますから、はい、あの観光っていうテーマのにグローバル人材で書いたっていう、ね、モサですね。まあお前絶対落ちるねって1時受かったんですよ、でその後2時ね、まあ絶対突っ込まれに行くなと、玉砕だよって言ったら褒められたって言ってました、ね、君よく知ってるねって。逆に、これ採点基準がないんじゃないかなっていう。プレゼンがちゃんとシートができててうまくやいいのかもしれないです ね、あとは内容がちゃんとこう聞いてみたいと思わせたら勝てるのかもしれないので、なんかこうずれてるからって悲観しないでください、はい、だからさっきハード書いたからダメってわけでもないんですね、なんで君はそれ言ったのっていうのね、はい、もう観光なのにグローバル人材で押し切ったっていう成功例もありますんで、あのもうビビることなくですね、まあ択一ある程度取れてて、ね、まあ一応そこそこ書けたよっていう人は、まあ、ぜひ面接の準備をねしていただきたいなと、あとは忘れずに再現を作っておいてね、いただかないと練習できなくなりますからね。そうなんですよ、まずもう必ず再現を作っていただいて、で当日また渡されますからね、40分50分渡されて、あれこんなことを書いたっけっていう記憶と違うってならないように、やっぱり早めに作って、もう5分間話すシナリオっていうのをね、なぜ自分はこれを書いちゃったんだろうかっていうのをやってもらいたい。後からね、あの書いてない論点を後から追加するっていうのはこれ違反だと思います、私はね、一時期ね書いたものをなぜ君はその時そう思ったのっていうのを説明する場なので、後から追加論点どんどん入れていくっていうのは、まあこれは試験じゃないと思います、対象外になってくるんで、はい、なぜ自分はこんなこと書いちゃったんだろうっていうね、まあ私はよく釈明会見って呼んでるんですよ。まあ確かにそうですよね、ね、でもう粘るわけ、その時自分はこう、あの考えたんです、ね、
なんか変なの降りてきたんですみたいな、ね、変なの降りてきちゃったみたいな、変なの降りてきちゃったんで、うん、まあでもそれ抵抗するわけですよ、うんうん、ね、こうだけど最後すいませんと、私が悪くございましたっていうので、こう10分間引っ張るっていう、うんうんうん、抵抗して引っ張るって、もうこれで10分間を時間切れにしてもらうというのが、実際2015年の防災の年はそれでいきました、うん、想定してなかったんで、うんうんうん、なぜこれ書いたのかなと、うんうんうん、いやこういう理由ですと、うん、ダメだろうって突っ込まれるんですよ、いじめられて、うん、すいませんって最後謝るっていう、まあ今年もなんかそうなるような、なるほど、まあ、2015よりはマシかな、まだ書けたと思うんで、うんうん、はい、というところですね、最後に信用保証の方にもちょっと告知ということでですね、面接ゼミの告知させていただきます。ちょっと新方式は1位の発表早いんですね、6月1日とかなので、でもう6月の15日とかにも面接がありますから、まあ、ちょっと発表前からやんなきゃいけないねということでですね、ちょっと説明会はまあ一般方式の共通なんですけども、まあ、5月19日に行います。で、まあ、この説明会の中でね、まあ、もう面接シートの書き方の基本なんかもお話をしますけども、新方式はちょっとですね、もう早いです。もう当日、説明会当日から申し込み可能で、当日からウェブで講義聞けるようになってますんで、で先行販売がですね、コース生だけじゃなくって、一時のねプレゼンシート対策のゼミに来ていただいた方も、まあ優先受付いたします。はい。で、まあ当日お申し込みいただけたら、もう間違いなく翌日にはもう講義聞いていただいて、で2回目の実践ってもう5月26日ですから、まあ、かなりはね、まあ堂々日という感じでこう続いていくんですけども、具体的にやる内容についてはまた説明会等でお話をいたしますし、まあ、説明会またウェブアップしますんで、そこで見ていただければと思います。でそれからホームルームね、でこれはプレゼンの練習会としてます。ホームルームね、練習会です。でこちらの新方式の講座、二次の面接対策講座に来られた方の中で、1A も併願してますよと、1A 併願してますよという方、こちらに来てもいいですからね。昨年も新方式ゼミで3人 1A 併願者合格出てますんで、やっぱり 1A もねっていう人見ると思うから、新方式終わった後も 1A 対策ね、最後の最後のフォローしていきます。最後グループワークで、レベルアップしてね、行っていただくという感じになっておりますので、まあ、ぜひ振るって、来ていただければなと思います。はい。まあ、じゃあ野村さんの方からなんかこう、まあ、締めのコメントですね。締めのコメントですか。締めのコメントってわけじゃないですけど、まあとりあえず、はい、まあ皆さんですね、可能性をこう自分でなくさずに、とりあえずもう本当面接の準備をそろそろしてください。都庁は確かまだ多分ホームページから去年のエントリーシート多分出せますよね。印刷出せますかね。多分出せると思うんで、それをまあ印刷していただいて、はい、もう早めにやってくることですね。とことん追求してくださいね。面接やはりこうとことん追求した人が勝つんですね。中途半端でまあこれでいいかってなった瞬間からどんどん合格率落ちていきますから、絶対最後の最後まで粘り続けてやることが重要だと思いますので、まあね、新田さんゼミとかも使っていただきまして、我々レクセだったらね、我々のこう相談とか使いまくっていただきまして、とことん追求せ、とことん追求者勝ちますから、もう今からですね、どんどんやってください。でないとですね、どんどん時間なくなりますので、もう筆記受かってるかわからないか、受かってからじゃダメです。今すぐちゃんとね、始めていただけたらと私は思います。結構短いですからね、本当ね、一次試験受かってからスタートだと、本当シート作ってあまり練習できずに面接することになっちゃってですね、まあ説明会でもお話するんですけども、去年なんかいきなり6月になったでしょ、面接1ヶ月前倒しになって、ほとんど面接体験してない段階でですね、面接行っちゃったもんですから、やっぱ準備してるかしてないかの差がね、すごくはっきりした年でした。で去年 1B の一般方式きつかったですね、面接ね、倍率が多分 2. 何倍だったんじゃないかな、あとはまあちょっと筆記で若干自信がないなって方は、逆転できるようなつもりで、ちょっとこうとことん作り込んでほしいですね。そうですね、もう一発、もう僕はもう基本的に1位逃げ切りないと思ってるから、もう面接一発勝負だよと思ってですね、いい子は絶対逆転するから、はい、ね、必ずなんか点数操作してくれると思うんですよ。なんか、ね、ものすごくいい子だと感じた。なんかね、すごく面接いい子だ。多分、うんうんうん、素点通りにやってないでしょ、多分。いじってるでしょ、多分。あ、面接。面接点とか、うんうん、開示請求すると素点だけ出してくれるけど、横浜みたいにいじるかもしれないじゃない、あの辺をね。じゃ素点プラス一応手数で教えてくれるんですよ。うん、で結構引き差がつくんですよね、怖いのが。あれいじってないのか、横浜みたいに。一応多分なんかおそらく偏差値かなんかで換算はしてると思うんですけど、教えてくれないんですよね。教えてくれないです、うん、なんか最後素点だけで出してくるからね、
まあ受かったやつにあんまり開示 しようとしないけどね、まあ、嫌がるっていう、粘って1ヶ月みたいな感じでしょ、うん、というところで、まあやっぱり面接点が多分一番比重高いですね。まあ野村さんよく見てると思うんで、素点を、うんうんうん、多分面接点が一番比重高いよね。高いですね、高いですね、うん、なのでまあ面接勝負だと思って、筆記ギリギリでもね、去年も筆記多分千何番かなっていう子がやっぱり最後面接受かれましたからね、面接対策頑張っていただきたいと思います。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。